Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts.毎週月曜日のこの時間は松尾清のキャッチアップ、音楽プロデューサーの松尾清さんです。さあ、キャッチアップはどんな話題でいきましょうか。はい、はい、今日9月11日、22年前に何が起こったか、お記憶の方多いかと思います。アメリカ同時多発テロ事件という言い方をすることが多いですけどね、英語ですとセプテンバー11アタックスとか911、911事件とかっていう、短い言い方もありますが、あれからもう22年が経ちました、残念ながら国と国がいがみ合う、もしくは、宗教のことで、対立する、そういったことはまだこの地球から消えておりません。今日もね、スワップの中でも冒頭で、ロシアとウクライナの話を伝えてらっしゃいました。もう本当に22年経ってもこういうニュースなくならないんだななんて思いながら聞いてましたけど、僕は音楽を作るという仕事をやってますので、音楽というのはこういう事件とか出来事が起きるたびに何ができるだろうとか、無力さを痛感することもありますし、だからこそじゃあせめて何か憩いを届けることできないかとか、その思いを音楽という形で届けることできないかなんてことを考えるわけですが、そういった試みが、2001年9月11日以降も世界中で、ありましたので、今改めてこのタイミングで、思い出話というよりも今からを生きるヒントとしても聞いていただければなと思います。まず花水木一人とよさんのあまりに有名な花水木聞いてください。はい、これは2004年の2月にリリースされたんですが、その1年前、2003年にはもうライブで歌っていたと、つまり、911から2年後ぐらいには形になっていた曲ですね。武部聡さんという、お伝え申し上げてくれた人を組んで、それまでにね、いろんな人と、ヨウさんは名曲出してきたわけですが、これちょっと決定的な名曲でしたよね。平成期を通して最もカラオケで歌われた一曲だそうで、今でも、カラオケ屋さんに1時間以上いるとどっかから聞こえてくるっていうかもしれないんですが、これね、アメリカのね、この同時多発テロ事件が、その、ヨウさんのインスピレーションになったっていうことは、知ってる人は知ってますけど、意外と知られてないのかな。この番組のプロデューサーも、そうなんですね、なんて言ってましたけど、ヨウさんがこれ初め作るときに、イメージの断片をメモに書いたらしいんですけど、そこにはテロっていう言葉とか、散弾銃とかいろんな言葉があって、なんかお友達がニューヨークにいらしたそうで、テロ事件の時に間近でご覧になって、で、それに、インスパイアされて書かれたということですね。だから、人とようさんはこういう表現になったんだなと。言われてみれば、そういう曲か、と。いわゆる、ラブソングの向こうに、社会とか政治とかさせるんだなと思いますね。あとですね、これ時間の制約があるんで、まず次に聴いていただきたい曲は、ジョン・レノンのイマジンって、言おうかなと思ったけども、キングギドラで行きましょうか。残り時間ちょっとわずかになってきたので。キングギドラの911って、これも本当ストレートな曲がありますが、これの、もう始まっちゃった？もう一遍戻してくれる？頭に。はい。
はい、これ1番2番3番って、ジブラ DJ オアシス、そして KW 社員っていう人がマイクリレーしていくわけなんですけど、この KW 社員の3番のリリックっていうのが、これも日本のラップシーンのこれ聞き物になってるんで、この3番だけフルで聞いてみましょう、うん、はい。今夜もブッシュはベッドで眠るというこのパンチラインは、まあ日本のヒップホップ市場でも有数のあの緻密な、はい、言われてますね、つまり犠牲者ではなく、民がいつも被害に遭うんだということをこういう表現で言ってるわけですよね、でまあこれあの2001年の事件が起こって、うん、もう、その翌年には出てたというこの速さもまたねヒップホップの大学だと思います、はい、こういった表現が あるうちはまだあの世の中のそのなんていうのかな、守るべき、表現の自由っていうのの存在を確認できるんですが、こういう曲が出なくなった時がやばいななんて思ったりもしますね。あ、はい、本当そうですね。はい、人と洋さん、キングギドラ、まあ、他にもねジョン・レノンマークとか、イマジンとかですね。バッツゴン4とかいろいろ用意してたんですけども、はい、N 色、あとは皆さん調べていただければ。あと、僕はツイッターでフォローしておきます。はい。はい、ありがとうございます。ぜひ、これを機にまた耳をね、傾けていただければと思います。はい、松尾清のキャッチアップ、お送りしました。はい、プロデューサーは幸三郎。ディレクターはボン。AD はマイルス。ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です。聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなる、そんなワンダフルな毎日を過ごしませんか。山口玲香のドッグモーニング、ぜひ聞いてくださいね。